皆さんこんにちは。ダイエットで手に入れた抜群のスタイルで知られる人気 TikToker ゆりなさんが18日までに X 旧 Twitter を更新。暴露系配信者のこれこれさんに対し告訴状を提出したことを報告しました。現在このことがネット上で話題を呼んでいるので、これらの経緯や PR 騒動、彼氏の涙の謝罪などについてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。ゆりなさんは17日、これこれ青木俊容疑者に対して告訴状を提出し、警察が捜査を開始しましたと報告。多くの活動者の人生を壊したネットのガンです。私を閲覧稼ぎ、金稼ぎのために利用し、虚偽の配信を何度も繰り返されましたと主張し、人の不幸で生計を立ててる35歳に絶対に負けない、許さないと思いを綴っていました。これに対しこれこれさんも自身の X で、速報、告発系 YouTuber これこれが脅迫罪で逮捕かと言及。ゆりなさんのインスタグラムに投稿された PR 案件をめぐるフォロワーとのトラブルを自身のチャンネルで取り上げた経緯などについて説明し、まとめ、脅迫、恐喝といった行為はしておらず、虚偽内容を流布していませんと主張しました。皆さんは前述した PR 案件騒動をご存知でしょうか。ゆりなさんは2023年9月に詐欺案件 PR 騒動がありました。まず PR の内容は、ゆりなさんが会員登録すれば3万1000円のキャッシュバックが受けられるという限定キャンペーンをストーリーで紹介。このキャンペーンでは T ポイントと三井住友銀行の名前が使用されていて、ゆりなさんは大企業同士の世界規模案件、かなりの大企業様なので個人情報の保護はしっかりしてるから安心して大丈夫と安全性をアピールというものでした。しかしこの PR 案件は手続きを進めると消費者金融の口座開設に誘導される仕組みになっていました。口座を開設すると名前や口座情報などを LINE で送るよう指示される流れになっていたという状態で、この案件に会員登録をしたユーザーは何者かに勝手に自分名義でお金を借りられてしまうという事態に発展しました。またこの PR についてはゆりなさんの彼氏である太一さんが自身の判断で投稿したものであることが発覚。その後ゆりなさんと太一さんはお金を引き出す詐欺だったと知らなかったとはいえ、その責任を認めファンに対して謝罪しています。実際ゆりなさんはこれこれさんから証拠を提示されて初めて詐欺と知ったようです。 YouTube でも実際のこれこれさんとの LINE のやり取り画像を公開していました。お二人はこの度はファンの皆様に多大なるご迷惑ご心配をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。そして今回の騒動はどんな理由があったとしてもファンの皆様を詐欺に巻き込んでしまい辛い思いをさせてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。警察の方や弁護士の先生に相談し、被害者様一人一人に寄り添う形で問題解決に向けて僕たちも一緒に動いておりますとし、そこで詐欺被害者には被害金額を寄付すると表明しています。太一さんに至っては単独で言った PR 案件であったため、ゆりかのことは責めないであげてください。悪気があって騙したわけではなくて、ゆりかのことを好きで応援してくれてる人に僕なんかがゆりかの信用を下げてしまってゆりかにも申し訳ないと自身のインスタグラムのストーリーで大号泣の謝罪をしていました。その後 PR 騒動で被害を受けた被害者に対して返金対応している様子が X 上に投稿されたこともあり、炎上が収束。加えて500万円の大型プレゼント企画を実施するなどで返金は完了したと思われていました。しかしまだ返金されていないと被害を訴える人が現れたのです。その被害者はゆりなさんの詐欺案件で30万円の被害を受けたといいます。そこで太一さんとやり取りしていましたが対応されなかったようです。何度か返金状況を質問するとしつこいからと返金を保留にされたそうです。さらに既読無視なども続いたため、
被害者が問い合わせると太一さんから、今回の詐欺の件で僕たちも一被害者なのですが、そちらはご理解していただけませんでしょうか。結果論で考えますと、寄付をしたこちらは30万を失います。〇〇様、被害者はお金が戻ってきます。同じ被害者なのにお金を失ってるのはこちら側だけです。被害者は僕たちだけになります。そちらご理解されていますでしょうか、とメッセージが来たそうです。こちら側の状況も理解してくださり、決して催促などはせず、お待ちいただけた方のみ順番に対応しております。他被害者様も同じくお待ちいただいておりますので、いち早く他被害者様との問題解決をするために、〇〇様は一旦保留にさせていただきます。お金を要求されてばかりで不信感しかないです。寄付をすることが至極当然かのように思ってるのが言動で伝わってきます、と送られてきたと明かしていました。やり取りの内容を第三者へ口外することは禁止されており、これを破れば返金のキャンセルや法的措置を取ると言われていたようで、この PR 騒動が今回の騒動に関係しているようです。ゆりなさんの投稿に対して、これこれさんは次のように時系列で状況を説明しています。速報、告発系 YouTuber これこれが気球罪で遠慮か。ゆりにゃのインスタグラム赤で詐欺事件をストーリーに載せる。それを見たファンがゆりにゃが投稿しているから安心と思い登録。手続きを完了した結果、約30万円ほどの借金を背負うことに。ゆりにゃのファンから止めるよう伝えてほしいと言われ、ゆりにゃに裏で伝えても、ゆりにゃの彼氏から詐欺事件ではないと力説されたので、詳しく説明をする。ストーリーを失っても最初は借金を恐れことになった被害者が大量にいる。今回の作品を YouTube ライブで取り上げる。ゆりにゃ、被害者に保証対応しますと動画投稿。ゆりにゃ、返済対応したから動画消してと言われる。動画をすべて削除。しかし何ヶ月待っても返済されない被害者もいた。これこれ、表で返済対応していると言っているなら返済したらどうだとアドバイスする。また複数の被害者からゆりにゃに連絡をしても返信がないので何とかしてほしいと相談が来ているから対応せざるを得ない状況と伝える。ゆりにゃ、気球だ、警察の捜査が始まったと投稿。これこれ刑事まとめ、気球、恐喝といった行為はお待ちしておりませず、虚偽の内容を流布していません。これこれさんの投稿を見る限り、これこれさんのところに相談者が来ているので対応せざるを得ない状況にあることを伝えたことが、両者の間で意見が食い違っている部分だと思われますね。またこれこれさんとの騒動で過去の炎上や整形といった話も出てきており、炎上に関しては以前これこれさんとのコラボ動画で、旅館に宿泊した際、ご飯が美味しくない、魚が新鮮じゃないといったクレームをつけ、旅館のおかみさんを怒らせてしまい出禁となります。このことに対し、美味しくないって言われても怒らないよ、普通は、大人はと逆ギレしましたが、そのことでネットでは甘やかしすぎ、態度がでかすぎてさすがに失礼というように炎上しました。また過去の画像が流出し、整形疑惑が出てきていますが、動画でもヒアルロン酸を打つなど公言はしています。ですがあまりの変わりように、やりすぎてて怖いといった意見も出てきました。いかがでしたでしょうか。今回はゆりにゃさんの告訴状を提出の経緯や PR 案件騒動についてお話ししていきました。これを受け、捜査が始まったばっかりということなので、これから様々な情報が上がってくると思われます。今後も目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。